宮寺文一は戦前岐阜県の教育者、政治家。時軍日吉神情高等小学校長、蟹軍三竹小学校長、日吉村長。1903年3月日吉第一、小学校高等科卒業記念写真資料室、校長先生1932年分一が、モデル系大元年10月25日、美濃国時軍藩、原村昌也、宮寺家に生まれた。 地元の寺小屋で土屋リ介に学び、明治4年の廃校まで残った。1873年学生に基づき開校した、漢学技校に入学し、南園外の寺小屋師匠、大江光成の子、小川玄樹に学んだ。1880年12月第4代、木村神之助が辞職すると、1881年1月半。 現学校第5代となり、1882年3月まで、訓導を務めた。1882年岐阜県師範研修学校に入学し、1885年6月高等、師範学科を卒業した。同年8月から1888年12月まで、日吉学校初代校長を務めた後、蟹群三竹小学校長等を歴任した。 1898年頃三宅小学校、在職中、カニ軍初期、佐賀金一郎と、平木村に山山の神割で、祭類の顎の化石を発掘し、1921年、東北帝国大学、松本彦七郎によりテレオケラス属ブラキポテリウム、ア族の新種テリアセラスプグネイターとして記載された。1909年3月から1920年4月まで、 日吉神城高等小学校七大校長を務め、1922年5月27日から1925年5月28日まで、日吉村長、1929年村会議員、1931年から1932年まで、日吉信用組合長を歴任した。1936年10月12日長男。 宮所の修行に先立たれ、22日号を追うように死去した。葬儀は合同で行われた。宮寺平次郎1905年半元宮寺氏は、安藤氏、遠藤氏、山内氏と共に、時氏に属し、天文13年日吉神社を創建した。一の市を5月没から、宮所の本家11代黒沢江門次男文家初代。 クロ左ザエモン10月没、クロ右エモン3月没、早戸九月没、安野城7月没、金松7月18日没、旧ュ月没、四蔵11月没、一米没から、藩、原村昌也、1873年古城。平次郎広志ともうから1910年日吉村、三浦渡る585男。1881年古城となり。 中山道中街道解説を主導した。シリング行筆、ランプ1915年頃版が、モデル1907年カニ軍放射時にて、右から宮寺明子、加劇、K、文一、筆。ありがとうございます。